はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ヤリサの姫セレナです。さあ本日なんですが、ムーンライトでキックんできたんで、ご紹介していこうかなと思います。あのね、 OCG のムーンライトって先に断っておくんですけど、あのね、あんまり融合しないあのデッキがめちゃくちゃ多いんですよ。多分デッキレシピとか検索していただくとマジでエクシーズ軸しか多分出てこなくて、ムーンライトとか言いながらムーンライトの中に入ってるの多分ね、カレドチックとこのマーテンとあとタイガーだけだと思うんですよね。で、あのね、僕はね、ちゃんと融合するタイプのデッキを一応組んでますんで、まあ、これをねご紹介していきたいと思います。デッキレシピなんですが、まあちょっと手札誘発がマジできつくて、ランク戦とかやってたらね、まあちょっとあの相手のカードを妨害するためにはね、あのなんだ、うららとか増字とか入れた方がいいんでしょうけど、まあ一応いつも僕はフリー対戦で、やってて、ルーム戦とかでやってるんで、こんな感じのデッキ構築になってるんですけども、もうちょっとね、手札誘発を入れたい方は、手札誘発かちょっとがっつり積んでいただいてやっていただければと思うんですけども、まあそもそもね、ムーンライトデッキってリンクスでも使っていた人いると思うんですよ、結構ね。あのね、もう全く別物だと思ってください。リンクスのムーンライト、まあもちろん組もうと思ったらリンクスのムーンライトみたいなのも組めるとは思うけど、そんなことしてても勝てないわけですよ。このムーンライトサーベルタイダンサーですか、これあの効果の対象ならず効果で返さないよみたいな、効果の対象ならないか、効果の対象ならないよみたいな効果なんですけども、こんなモンスター立てて勝てるほどね甘い環境じゃないわけですよ。OCG はなので、基本的にはまあここをキルしていくんだったらムーンライトライオンダンサー出すんですけども、あの先行でまあ未来竜王ホープっていうこいつを立てながら耐久して、で3ターン目くらいに勝っていくみたいなイメージのデッキになりますね。はい。で、エクシーズモンスターこんだけ入ってるんですけども、見ていただいたら分かる通り、エクシーズかなりできます。このデッキ。まあ、ギミックはちょっと後で説明しますか。まずは何が何枚あるか説明していきましょう。まず、ブラックシープが3、それからバタフライが1、タイガーが3、松吉が1、ムーンライトブルキャット1、それからカレドチック3、緑が2、で黄色が2、それから、ウルフ、オオカミが2。で、サンボル1、ハネボキ1、蘇生1、オロマイが1、闇優が3、月光が3、オロフクが3、ムーンライトフュージョンが1、もう何ならいらないぐらいなんだけどね、これね。で、天気が3、まあ、一応お守り、これは。で、墓穴2枚、ひとしずく2、それから、セレナードダンスが1。で、エクストラなんですが、パーサダンサーが1、サーベルダンサーが1、ライオダンサーが1、未来王ホープが1、竜王ホープの方が1で、倉庫が2で、巨岩賞ジャイアントハンドが1、まあ、これはね正直何でもいいや。ここマジで自由枠って感じ、なんか別にこれなくてもいい。で、ガガガマジシャンかが1、レイダースナイトが1、アークリベリオンが1で、グラビティコントローラーが1、トロメアフェニックスが1、IP マスカリナが1、トロメアニコンが1という感じになってます。で、動かし方なんですけど、もうキーカード2枚です。キーカードは2枚、カレードチックと、ムーンライトタイガー、この2枚をとにかく揃える手札にね、まあ、手札は、まあ 墓地から除外すると、これ例えばセレナルダンスとかってこう除外すると特殊ができるんですよ、デッキからモンスターを1枚手札捨てながら。なんで、まあ、これをオロフクとかで墓地送って、まあカレードチック出してきてもいいんですけど、バニカレードチック、ペンデラムスケールにライオダンサー、ムーンライトタイガーで、墓地に黄色っていう、このね、3枚を作ることが大事。カレドチックってどういうことを持ってるかっていうと、1ターンに1度デッキエクストラデッキからムーンライトモンスターを墓地を送ると、このターン融合素材にこいつをする場合は、その同盟モンスターになれますよっていう効果を持ってるんですよ。だからムーンライトカレードチックをの効果を使って、まあ、コストとしてね墓地に送っていく、バンバン送っていくんだけど、これね、一旦一度と書いてあるんですけど、カード名指定の単位じゃないんですよ、一番の効果に。なんで、これの効果を何回も使っていくっていう構築です。これが結構有名でね、OCG の方では。ムーンライトタイガーっていうのは、これ、ペンデラムスケールに貼って、墓地からムーンライトを特殊召喚できるよって、自分の墓地のムーンライトモンスターを特殊召喚できるよっていう効果があるんで、これを使ってモンスターを特殊召喚していく。で、これ特殊召喚するのが基本的にはムーンライトカレドチック。で、カレドチックはこれ、コストで墓地を送るんですよ。コストでデッキエクストラデッキからムーンライトモンスター墓地を送るんで、効果無効に以上になってるんですけど、ムーンライトタイガーの効果で特殊化したモンスターは、これコスト送れれば別にどっちでもいいんで、タイガーの効果でカレードチック特殊召喚して効果発動できれば、コストがどんどん溜まっていくんですね、墓地に。で、ミラクルフュージョンします。
ムーンライトウルフはこれあのミラクルフュージョンの効果を持ってて、ペンデラム効果でね、一旦に一度自分のフィールド墓地からムーンライト融合モンスターカードによって決められた融合モンスターを除外すると、融合素材モンスターを除外するとエクサデッキから融合モンスターを独占できるよということで、この効果を使ってムーンライト、ライオダンサーっていうこの超エースモンスターですね、これを出していく、はい、っていう構築です。まあ、もちろんあのこのモンスターは、このムーンライトフュージョンでも出せるんで、一応1枚あの黄色墓地を買った場合のとかに備えて入ってるんですけど、あんまりこの効果で融合していくことはないですね。こっちのムーンライトウルフの効果であの融合していく。なんでかっていうと、こいつはウルフムーンライトモンスターなんでサーチが結構効きやすいからです、はい。まあ、サーチできるミラクルフュージョンみたいな感じですかね、イメージ的には、はい。でですね、ライオダンサーがじゃあ何をすんのと、何すんのと、これがねあのねものすごい納金で、このカードは相手の効果の対象ならず効果で破壊されないっていう効果ですね。でこのカードは一度のバトルフィールド中に2回攻撃ができますと。で一旦一度このカードがモンスターを攻撃したダメージステップの終了時、相手フィールド特殊効果のモンスター全部破壊しますと。だからこいつで殴ったら相手のモンスター全部いなくなるんですよ。でしかも2回攻撃できるんですよ、こいつ最強でしょ。ってことはこいつの打点を上げればいいんですよ。ということでどうやって上げていくかっていうと、リンクスではこいつがエースなんですが、OCG では、こんなモンスター3000打点アップする、ためのなんか道具でしかありません。サーベルダンサーはこれ墓地から除外すると3000打点アップするよっていう効果があるんですよ。墓地送られてたのに発動できないんですけど、なんでこれ墓地送っといてサーベル、ダンサーをね、で次のターンにライオダンサーの打点を3000打点アップして、なんか6000とか7000くらいの打点でぶん殴っていくと。でちなみになんですけども、このブルーキャットってやつがマジでやばくて、こいつ特殊召喚した時、こいつがこのカードが特殊召喚成功した時、ムーンライトブルーキャット以外の自分のフィールドのムーンライトモンスターの打点を元々の攻撃力の倍にするって書いてあるんですよね。だから一番かっこいい動きはこいつ出すじゃないですか。でペンデラム召喚してムーンライトブルーキャット出すんですよ。でこれの打点を元々の倍にして7000にするんですよ。で7000にした後にサーベルダンサーの効果を使って墓地から除外するとこれ1万なんですよ。こいつの攻撃力1万で2回攻撃して1回目の攻撃で相手のモンスター全部破壊します。これがしたいんですよね。これがしたくてこのデッキ組んでます。はい、早速ね、動かし方はちょっと先行は未来竜王ホープを出して、でここはあのこのライオダンサーを出していく、ここっていうか、まあ、3ターン目以降か、こことか3ターン目以降はこいつ出していくっていう感じの動きになるんで、ご覧いただければと思うんでやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ先行はいただいた。とりあえずヒナ来てんじゃん。いいじゃん、ヒナ来てんのはいいよ。ヒナ来てるということはつまりタイガーを持ってくればいいということよ。つまりな、勝ったな。いつも勝ったなって言いながら、まあ、結構負けてるんですけどね。タイガーと、ヒナが揃ってる場合は一番理想ムーブができるんで、まあ、あんま考えることないですね。これ手順通りです。はい、一応説明しながらやりますか。まずですね、墓地を送るカード黄色です。はい、黄色墓地を送って、でタイガーをペンデラムスケールにセッティングすると。でタイガーの効果は死者蘇生持ってるんで、墓地から、イエローマーテンを特殊召喚していく。はい、でですね、2体のモンスターでエクシーズしましょう。倉庫ですかね。まあ、倉庫。2体のモンスターでエクシーズ召喚して倉庫。ちょっともうちょっとね、なんか展開が伸びる方法もあると思うんですけど、BF とか使えば。あと、ワイズストリックスとかいろいろね。まあ、ちょっと僕は融合をしたいので、ちょっと若干、普通の構築とは違うかもしれない。でですね、グラコロを出していきましょう。はい、グラビティコントローラーを出して、あ、ちなみにエクシーズエクストラモンスターゾーンじゃないと無理なんで、これエクストラモンスターゾーンに出してください、倉庫は。でですね、黄色を、タイガーを戻してこうよ。で、なんと、タイガーは一旦一度の制限はついていない。ムーンライトタイガーの効果を発動。また、墓地のカレードチックを特殊召喚していくぜ。カレードチックはちなみに、効果を無効にしてこれ特殊召喚してるんですが、なんと、コストは払えるという最低。コストでちなみにこいつは墓地に、ムーンライトを送ることによってそいつの、名前になるっていう効果なんですよ。ちなみに効果は無効になっているからコストを払える。これが最強。そして俺はガガガガマジシャンをエクシーズ召喚していくぜ。レベル4が2体でオーバーレイエクシーズ召喚ガガガガマジシャンピローン。そしてガガガガマジシャンの効果を発動。ガガガガマジシャンの効果により、ムーンライトカレードチックを墓地に送りながら開炎聖王倉庫を特殊召喚していくぜ。そしてナンバーズ以外の同じランクのモンスターが2体でオーバーレイ
エクシーズ召喚、ガガガガマジシャンと倉庫でオーバーレイ、未来王ホーアップ、フューチャーナンバーゼロ、未来王ホープの上に重ねてオーバーレイネットワークを再構築、エクシーズチェンジ、現れろフューチャーナンバーズ、これこっちフューチャーナンバーズだっけ、フューチャーナンバーゼロ、未来竜王ホープ、こんぐらいにしといてるか一応未来竜王ホープは、モンスター効果を無効にできるよっていう、どこからでもね、そして相手のフィールド上でのモンスターの効果を無効にするとパクれるっていうモンスターをね、そういう効果を持ってます。ナリキンゴブリン戦闘機かな、未来竜王ホープは魔法トラップの効果全部受けるんで、そこだけ注意ですかね。あ、ジャッカロープ、はい、何ですかこれは、何するデッキですか。はい、何かを出せられて、ルリー、魔合神か、なるほど、魔合神、未回帰魔合神、わからん、なるほどわからん、なるほどわからん、一体どういうことされてくるんだ。ちょっと一回盤面に触ってくるモンスターが出てくるまで一回スルーするか、一回な。やべえな、展開力すげえな、こんな出んのか魔合神、やば。 OCG の魔合神は全然わかんねえから、ちょっとわかんないですね、ちょっとわかんないです。はい、でいっぱい出てきましたと。でこれでこの後何するんですかね、これでサロスエロスクロノギアスとか言われたらちょっとすごいビビるんだけどはい、あ、ファリファイバーか、オッケー、ファリファイバー効果、ファリファイバーまだ手札2枚あるから別に通していいや、なんかまだ触ってこないし、こっちのデッキに、こっちのデッキっていうかこっちのフィールドか、こっちのフィールドで触ってくるカードが出てきた時に一応無効にしましょう。はい、未来竜王で、未来竜王はちなみに戦闘効果では破壊されないよっていう体制があるんで、まあ、横で出しといたら相当硬いですね。はい、攻守ゼロにされてとかでも全然いいですよ別に。はい、なんで相当硬いんで、まあ、とりあえず未来竜王ホープで相手のモンスターを横にしたら、あ、トロイミアユニコーンは無理、普通にデッキバウスは無理、シンプルに無理。未来竜王ホープの効果を発動、オーバーレイユニットを一つ使うことにより、相手の発動したモンスターの効果を無効にし、そして効果を無効にしたモンスターがフィールド上にいればそのモンスターをパクることができる。お前のものは俺のもの、おい伸びた、さあトロイメアユニコーンは俺のものだぜ。クルスちゃんの効果により、手札から墓地を送られた時、墓地の、はいはい、クシャの特殊化、なるほど、6、7シンクロもできるしリンクとかもできるし、なんかいろいろできそう。7シンクロはまあ、ブラックローズとかゲッカリとかいるかもしれないですけど、あ、ゲッカリやばいなバウンスやばいな、ま、あ、マスカレーナ、なるほど、マスカレーナはで、貪欲なツボ、おー強えな、お前それはせこいだろ、モンスターを戻して自分だけ釣ろう、やべえ、もう一回遊べるドン、もう一回遊べるドン、なるほど。で、あ、あ、チャバちゃんね、はい、チャワちゃんの効果で手札を1枚墓地を送ると、特殊ができるよと。でさらにやばいやばい、ちょっと待って展開すごいな、魔合神やばいな、どんだけ展開する、6、7、また7シンクロできるの、やば、これでまあリンク召喚もできますし7シンクロもできますしみたいなことか、これあれか、7シンクロってやばい、ゲッカリはやべえな普通に、でもあれバウンスだよな、あれやべ、未来竜王はちなみに破壊されないだけで別にバウンスとかは全部効く、ちなみにまずいかもしんねえ、まあ、一応あのトロイメアユニコーンっていう相手からパクったモンスターが壁になってくれるかもしれないけど、さあどうする、悩んでいるようだな。これあれなんだよな、ちなみに倉庫で持ってくるねカードね、もうちょっと強いね演武あればいいんだけどね、なんか天気以外のなんか強いかもね、かも信徒とかはちょっとコストいるんですよね、あれ遠征いないといけなかった気がするんで。バレルロード、やばいじゃやばい、あれはこいつは対象に取らないでパクる、まずい、俺の未来利用がパクれる、まずいぞ、やばい、やめろ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 、俺の未来利用パクるんじゃねえ、なんだこのパクり合い、なんだこの激アツのパクり合いは、やめろ、俺の未来利用パクるんじゃない、やばいやばいおい、あいつ敵になるとめっちゃ強いな、モンスターが向こうにしてくんだろ、あれやべえんだけど、マジかよ、攻守ゼロにし、あ、はえ、あ、それしていいのそれ、500下げて、下げない方が強かったのでは、まあいいか、
おい、ふざけんなよ、モンスター効果無効はねえよ、やめてくれ。エンド、なるほど。いや、めんどい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 、ガチでめんどい。やばいこと来た、月光が来た。まあ、とりあえず月光が来たのはいいけどさ、これどうしよう。まあ、とりあえずムーンライトタイガーの効果発動しましょう。カレードチックを墓地に送らないと意味がないから、モンスター効果どこまで止めてくるかわかんねえんだよな。ですね、まあ一旦デッキから特定のカードを手札に加えていくスタイルですね、これは。これはこれですね。で、回収して、はい、ワンチャン回収できるようにしてみました。無効とかなんか破壊とかされた時もあるんで。で、ムーンライトタイガーの効果を発動していく。タイガーの効果により、墓地のカレードチックひなちゃんを特殊召喚していく。はい、でだ、ほんでだ、未来竜王ホープかいう激ヤバモンスターはなんとかしなければならない。これトロイミアユニコーンであれなんじゃねえか、俺も戻しちゃったらいいんじゃねえかこれと、あれ、あ、違う、カレードチックは使いたくない、間違えた、あれ、なんで、あ、トロイミアユニコーンリンクさんか。ちょっと待ってくれ、リンクさんはリンク2として扱うことはできない。だからモンスターもう1体出さんとあかんのか。ですね、ちょ、カレードチックの効果を絶対使いたいんですよ。なんで、ちょっと終末の騎士召喚で、終末の騎士効果は、まあ、これ止めてくんだったら止めてくんだったらいいや、いや別に、あの、それをあげるわ。止めてこないよね、さすがにこれは。でも、多分、はいはい、OK。でですね、回収しないといけないので、ですね、難しいですね、これ何でもいいな、でも正直。紫あるのは結構、緑落としといてもいいけど、紫で召喚源増やす説はある。はい、でですね、だな、まず一旦トロイメやユニコーンで踏みに行きましょうなんだこのユニコーンの応酬、いけ、リンクさん、トロイメやユニコーンをリンク召喚、そしてリンク召喚成功時の効果を発動。トロイメアユニコーンの効果により、月光河を墓地に送ることによって、お前のフィールド上の未来竜王ホープはちょっとデッキに戻ってもらうか。あ、ですよね、はい、すいませんでした、すいませんでした。で、トロイメアユニコーンの効果が無効になりパクられてしまう。まずい、あいつのフィールド上の4分の2は俺のモンスターだあいつのフィールドの4分の2は俺のモンスター、ふざけんな。で、カルドチックの効果を発動していくぜ。カルドチックの効果によって、まあ、融合しないと話にならないから、ですね、とりあえずですね、まあ、パンサーダンサーか、いや、どっちでもいいや、ウルフでもいいや、ウルフでいいや、ウルフ、いや、もう一回カルドチックの効果使えばいけるから、いける、多分。はい、でですね、コストを払いましたと。で、黄色効果で、あ、これ月光が先だな、月光が先や、月光が効果で黄色を墓地に送りながら、ムーンライトを持ってくる。じゃあさっきユルフでよかったやん、ちょ、ミスったあ、でもいいんだ、ブルー持ってくれ、ブルー持ってくれ、いいか、別にこれ直接ユルフでいいや。じゃあ、あの伏せ方何か分かんないじゃん、これは一応ウルフで、ま、万が一ね、ガーッとやばいから、まあ、一応融合はできる、これで。でだな、だな、まあ、とりあえず黄色出すわな。はい、黄色効果発動する。で、パンサーダンサー戻す、これ戻す。で、で、墓地から蘇ってくる。はい、で、リンク召喚、まず一回ちょっと後ろ踏みましょうか、一旦後ろ踏みましょうか、後ろ踏んで、で、あの伏せカードは一応ちょっとお帰り願いましょう。で、トロイメアフェニックス、で、トロイメアフェニックス、リンク召喚成功時効果発動。トロイメアフェニックスの効果により、演武天気を墓地に送る。で、相手のカードを破壊していく。よーし、出たな。ムーンライトタイガー発動。ムーンライトタイガーの効果により、これにより対象するのはカレードチックでいいかな。カレードチックちゃんを特殊召喚していく。はい、ほい。で、チックちゃんの効果発動するぜ。チックちゃんの効果により
これ待って、パンサー間違えた、さっき俺やっぱブルーでよかったんだ、間違えた間違えた、融合できないもんね。これ青回収できる手段ねえかな、なんか無理か、うわーミスったな、これ届くのか、これ俺届くのかな、届くから、でもやるしかないか、やるしかない。ムーンライトブラックシープの効果、いやこれ完全にミスった、これね青を振っとくべきでしたね、ブルーキャット確実にミスってましたね。俺は何をしてんだ、まあ、しゃあねえか、もうでもこれ1000ポイント打点アップくらいしかやることもねでだな、ペンデラムスケールムーンライトウルフ発動で、ムーンライトウルフはちなみにミラクルフュージョンの効果を持ってます、はい、ミラクルフュージョン墓地のモンスターで融合召喚を行うぜ、墓地のモンスターをゲームから除外、ムーンライト、ダンサーと、カレードチックは絶対に除外する、これとこれだ、月の引力により渦巻きて新たな力と生まれ変わらん、融合召喚現れてよムーンライトライオダンサー、そして除外されたカレードチックの効果、このターン相手はバトルフィールド中に何の効果も発動することはできない、そしてムーンライトパープルバタフライの効果を発動するぜ、このカードの効果は手札からぶん投げることによりフィールド上の、ムーンライトライオダンサーの攻撃力を1000ポイントアップさせる、これちなみに青を持ってきてないんでマジプレビです、そしてサーベルダンサーをゲームから除外しライオダンサーの打点を3000ポイントアップさせる、攻撃力7700、ちなみにこのモンスターは効果では破壊されず相手の効果の対象にならない、そしてこのカードはバトルフェイス上に2回攻撃でき、1回攻撃すると相手のフィールド上のカードを全て破壊するという効果を持っているが、破壊しない方がいいな、これいけムーンライトライオダンサーアルティメット肉球パンチ、効果発動せず、いけ肉球パンチ2連打ー、うおーりゃー気持ちいい、ちょっと青持ってこなかったことだけ本当許してください。さて先行はいただきましたよ、モノコーラ選手、これはいいですね、これはね強い3度、余計なことこねくり回す前にとりあえず、まず1回愚かな服装打ちましょう、愚かな服装の効果によって、トラップカードを墓地に送ります、はい、ちなみにこのデッキ一応トラップカードが全然入ってないんで効果発動しなとか入れようと思えば入れられます、はい、狡猾の落とし穴入れたい方はどうぞ入れていただいて、でデッキからですね、まあ、とりあえずイエローマーティンを手札に加えさせてもらって、そして、カレードち、間違えた、セレナードダンスの効果を発動、セレナードダンスの効果によって黄色を落としながらなんとカレードチックを特殊召喚できる、そしてこれは効果で墓地を送ってる扱いになるんで黄色の効果も発動するぜ、イエローマーテンの効果により、ムーンライト魔法トラップカードムーンライトフュージョンを手札に加えさせてもらう、そしてカレードチックの効果を発動、カレードチックの効果によりまあ、サーベルでしょうね、サーベルダンサー、これサーベルダンサーを、まあ、とりあえず墓地に送っとくっていうのが大事なんですよね、はい、これが大事なんでかっていうと次のターン3000打点アップさせることができるんで、そうすると融合モンスターもね、でこれ墓地を送られたターンに発動できないんで、まあ、一旦送っとくのが大事っていう、はい、でムーンライトイエローマーテンはカレードチックでエクシーズ召喚現れよ、ハイエンセヨー倉庫、倉庫の効果はそう、倉庫の効果は、一旦一度遠征魔法トラップカード演武か演武魔法トラップカードをセットすることができる、これが強いね、なんか演武魔法トラップがあればねいいんですけど、なんかあったら教えてください、ちょっと僕のね脳内にはちょっと なくて、なんかあったら教えてほしい、なんかここにでセットして強い魔法トラップカード演武天気以外にで、ちょデッキは圧迫するんだけどね、でイエローマーテンの効果を発動するぜ、イエローマーテンの効果はムーンライトタイガーを、手札に戻すことによって特殊召喚、そしてタイガーはなんと一旦一度の制限がついていない、ペンデラムスケールにを発動、タイガーの効果により墓地のムーンライトカレードチックを特殊召喚、ピロン、そしてカレードチックの効果発動、カレードチックの効果によって何送ろう、ウルフちゃん送っとくか、まあ演武天気あるから、てか手札にあったわ、ごめん手札にシープあったわ、これ回収しとこう、
でこれでミラクルフュージョンを回収していく。でウルフバーグのを回収していく。で2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚。ちなみになんですけどね、一応ムーンライトフュージョンでもあれは出せるんで、ムーンライトライオダンサーは出せるんで一応ね。なんでまあパーサラーサーを送るのは最後でいいかなっていう、最後っていうか、まあそのターン、あの次のターンでいいかなっていう感じですね、はい、パーサラーサーを先行で送ってしまうとなんか除外された時とかに融合できなくて終わるんで、はい。でここでフューチャーナンバーゼロ未来王ホープを、クシーズ召喚、召喚条件はナンバーズ以外のモンスター、同じランクのモンスターで、フューチャーナンバーゼロ未来竜王ホープをこの上に重ねてエクシーズ召喚。このモンスターは効果でも破壊、戦闘でも破壊されない。そして相手のフィールド上のモンスターまたは、モンスターの効果が発動した場合その効果を無効にする。フィールドのモンスターの効果を無効にした場合はそのモンスターパークることができる。このぐらいで許しといてやろう。ターン終了だ。残念だったらモノコーラ選手、お前のモンスターパクらしてもらうぜ。さあ来い、ナリキンゴブリン。いいだろう。あれお前ナリキンゴブリン好きだな。とりあえずなんか脳死でナリキンゴブリン入れてないか。月の書やばい、回答引かれた。月の書って、月の書ってやべえ。あサモンプリストの効果発動。はい、魔法カードを捨てると、デッキから何かレベル4以下のモンスターを、レベル4のモンスターを特殊なんだ。やばい、シルバーガジェット。何つっ強い、つっ強い、シルバーガジェットからのシルバーガジェット。やばいやばいやばい、展開力やばい、展開力やば。未来利用ホーパーでも戦闘効果では破壊されないという効果を持っているが、ちなみに月の書はめっちゃつらい。ちなみにホープダブル、あれあれ、ちょっとグラビティコントローラーさんなんか攻撃力1000って書いてんな。グラコン、グラコン攻撃力1000って書いてんなちょっと待って、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 ムーンバリアうるさい。まずい逃げろグラコン、逃げろグラビティコントローラー。うわー、グラコン邪魔すぎ。